ブライアン・エプスタイン、ブライアン・サミュエル・エプスタイン、ブライアン・サミュエル・エプスタイン、1934年9月19日から1967年8月27日は、イギリスのビジネスマン。1962年6月26日、ビートルズをマネージメントするための会社、ネムズ・エンタープライズを、弟、クライブを、共同経営者に迎えて設立する。 ビートルズのマネージャーとして最もよく知られ、彼らからはエピーという愛称で呼ばれていた。なお、彼自身は自分の名字を常にエプスティーン、エップスタインと発音した。父方の祖父アイザック・エップスタインは、リトアニアからイギリスに移住したユダヤ人、ユダヤ系リトアニア人。アイザックは息子ハリーとリバプールのウォルトンロードで家具店を消していた。 ポールマッカートニーの一家は、そこでピアノを購入したという。ブライアン・エプスタインは、1934年9月19日、リバプールのロドニー・ストリートの参院で、父ハリーと母クイーニーの間に長男として誕生。1936年、弟クライブ誕生。第二次大戦中、一家は、サウスポート等に疎開。戦争が終わりに近づく頃、 リバプールのクイーンズドライブ197番地に戻る。ユダヤ系小学校のビーコンズフィールドを卒業後、シュロップシャーのパブリックスクール、リーキン校に入学。しかし服飾デザイナーになるため退学したいとの手紙を家に送る。結局2年で退学するが、服飾デザイナーの夢は父ハリーに反対され、1950年9月、父の家具店で働き始める。 週休5ポンドでの家具販売は本意ではなかったが、鏡を購入しに来た、ある女性に12ポンドでダイニングテーブルを販売することがあり、その楽しさを知るようにもなっていた。1952年12月、徴兵されて陸軍に入隊、待機範を起こし、精神鑑定によって同性愛者であるという結果が出たため除隊になり、家具店の1フロアに作られたレコード売り場を担当する。 1956年、俳優を志して、ロンドンの王立演劇学校に入学。後に活躍するスザンナ・ヨーク、アルバート・フィニー、ピーター・オトゥールなどもいた。しかし、3学期で挫折。リバプールに戻り、父親が、電気製品の分野に進出した、ネムズと名付けられた店のレコード部門の責任者となる、弟クライブが、電気家庭用品部門を担当。 1961年8月3日発行のマージー・ビートシ3号から音楽コラムの連載を始めた。ブライアン・エプスタインの自伝、地下室一杯の騒音によると、ビートルズの存在を知ったのは、1961年10月28日、トニー・シェリダン、伴奏がビートルズのシングル、マイ・ボニーを、レーモンド・ジョーンズというビートルズのファンが彼の店に買いに来た時だった。 エプスタインと友人のアリステア・テイラーはバンドの演奏を見るために同年11月9日キャバーンクラブを訪れた。クラブは彼の店から通りを下ったところに位置した。バンドの演奏を見たエプスタインは私はそれまで地元のリバプールで人気を集め始めていたビートグループに対して一度も興味の目を向けたことはなかったがすぐに彼らの音楽、彼らのビート、 彼らのユーモアセンスに打たれた。そして彼らに会った後でさえ、彼らの個人的魅力に再び心打たれた。そしてそれは、すべての始まりだった。と語っている。ただし、この定説は、現在では信憑性に乏しいと言われていた。上記のトーリー・エプスタインは1961年8月3日、発行のマージービート3号から音楽コラムを担当しているが、 同志前後に相当する2号。当時のマージービートは、各修士のトップ記事がビートルズであり、3号から音楽コラムを担当するような人間が、その2週間前に発行された2号のトップ記事を知らな、方、というのは、客観的に考えて著しく整合性を書くという意見がある。また一方で、ポップミュージックに全くの興味がなく、クラシックとオペラを好んでいたブライアンが、 このマージービート氏を通して当時人気のあったビートグループに興味を持ったとするみがある。リバプールの毎夏行われるビートルズコンベンションでゲスト出演したアリスター・テイラーが語ったこともある。この話によると地元で手広く、レコード屋を開いていたエプスタイが新しいネタを探しており、ブライアンのショップからわずかに3分の場所にあるキャバーンクラブに出向き出演していた。 ビートルズに興味を持ち契約に至ったというのが対面の経緯という話がある。しかし、後になってアリステア説の覆すためにレーモンド・ジョーンズ本人が名乗り出たため、現在は当初の説が支持されている。1961年12月10日にエプスタインがバンドのマネージメントを行うことを決定した。その後彼らは1962年1月24日に ピート・ベストの家でエプスタインとの5年契約にサインした。しかし、あえてエプスタインはサインせず、いつでも契約を解除できるオプションをビートルズに与えた。この件について、エプスタインは自伝でビートルズのメンバーが将来的に自由な活動ができるように気を使ったという意味の発言を述べている。一方、エプスタイン以前に ビートルズのマネージメントを手掛けていたアラン・ウィリアムスとビートルズの間で金銭トラブルが生じたことがありエプスタインはウィリアムスから彼らはカネニーから契約をするときは注意しろトラブルで財産を失う可能性もあるからいつでも彼らを切り捨てられるように準備しておけというアドバイスを得ていたことがわかっているまたエプスタインが ビートルズに接近した時点で、当時ビートルズのメンバーだった、ピートベストの母親モナが、ビートルズのマネージメントに近い活動を行っており、しかも契約した場所が、ピートベストの家だった。そこでもしエプスタインがサインをしたら、モナからクレームがつく可能性があった。この二つの理由によって、エプスタインはサインを断念した、という説がある。アリステアは、著書、 シークレットヒストリーでこの紛失も否定している。契約したのは、ピートの家ではなく、ネムズのオフィスだった、ホワイトチャペル。契約書は、話がまとまった直後にホワイトチャペルで作成され、完成されると、4人はすぐにサインを書いた、と書かれている。アリステアの名は、証人として契約書に署名されている。エプスタインがビートルズと出会った当時、彼らは、 ジーンズと革ジャケットを着用し、騒がしい演奏を行っていた。不良のイメージを払拭させるべく、エプスタインは彼らにスーツとネクタイを着用させ、ステージ上で小綺れにするようにさせた。また、ステージ上での喫煙をやめさせ、演奏の終わりには一礼を行うようにさせた。その外観は、モップヘアを除いて、バンドが一般に受け入れられるのに役立った。 これらのスタイルは長くは続かなかったが、ビ e トルズのイメージとして、現代に至るまで長く印象づけられることになった。エプスタインは、新入社員のロバート・スティックウッドに命じて、b e g s をイギリスへ帰国させ、1967年5月に、ポリドールレコード本社より、ワールドデビューさせることに成功するも、同年8月27日に、アスピリンの過剰摂取で死去。 満三十二歳没。死因は自殺だったのではないかと、しばしば推測された、同年9月30日に、ビートルズとネムズとの契約が期限切れになること、ビートルズがコンサートを中止したために、エプスタインの仕事が減り、自分の必要性が、それまでよりなくなってしまい悩んでいたとも言われているが、公式の検視は偶然の事故死とされた。 エプスタインは、ビートルズの経歴すべての面を管理していた。彼が死んだ後、メンバーの対立が表面化し、ビートルズは解散に向かうこととなったため、解散の重要な要因となったとも言われている。葬儀は、ロンドン市内にある墓地で行われ、ビートルズのメンバーは、混乱を理由に誰も出席しなかった。しかし、1967年のブライアンの死を掲載した。 日本の音楽誌、ミュージックライフによると、ジョージ・ハリスンからひまわりの花を手向けられたそうである。生前公表されることはなかったが、エプスタインは同性愛者であった。ジョン・レノンに惹かれていたものの、個人的な感情に基づいて行動した形跡はほとんどない。1963年4月、二人は4日間のスペイン旅行を共にする。この際、 二人が性的な接触を持ったという噂が流れた。率直な発言で知られるジョンは常にこの噂を否定していた。1980年にはプレイボーイ氏のインタビューに決して頂点に達することはなかったけどかなり強烈な関係だったと答えている。ポール・マッカー・アートニーもジョンとエプスタインの関係はプラトニックだったと述べている。映画僕たちの時間ザワーズタイムズ 1991は、このスペイン旅行の事実に基づいたフィクションである。ジョンの長年の親友、ピート・ショットンは、著書ザ・ビートルズ、レノンミーの中で、エプスタインに誘われたジョンが、ある程度要求を受け入れたと主張している。手こきさせてやった。それでおしまい。電気作家のハンター・デイビスも、ジョンが、どんなものか試してみようと一度の行為に同意した、と回想している。 作家のアルバート・ゴールドマンは、著書、ザ・ライブズ・オブ・ジョン・レノンでこれらの主張について衝述し、二人の関係は長期間続いたと主張している。だが、彼らを知る者はほぼ全員、この主張を否定している。また、ブライアンの長年の秘書であったアリス・テアは、著者の中で、レノンとの関係はなかった。四人とは、すべて対等の立場であるように相当な配慮をしていた、と記述した。 いずれにせよ、エプスタインは、ビートルズのマネージメントに関しては一貫して、公平であり、エコひいきをして、メンバーの間に緊張を埋まるよう注意していた。ジョンはその手の噂などには敏感で、1963年6月18日、ポールの誕生日を祝う席で、当時リバプールで DJ をしていたボブ・ウーラーに、エプスタインとスペインへ出かけたことへの、ちょっとし、関係。 ジョンの性的思考を創作話で、触れられた途端、暴力行為に及び、彼の顔面を何度も殴出した。翌日にはエプスタインが詫びを入れ、これをボブが受け入れたことで収まった。喧嘩のニュースが北部版の全国紙に届いた時には、ジョンは、酔っ払いの喧嘩だよ。本気じゃないさ、とコメントした。ジョンはボブに電報を送り、とにかく悪かった。以上それだけと、形式的に詫びを入れた。 1969年のインタビューでもわざわざ、エプスタインとの関係を否定するコメントを語り、以後この件はインタビュアーには暗黙の了解として、後々までタブー視されていた。ディブ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。